はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日、2024年8月の8日、最新のアップデートが入りまして、盛りだくさんなんですよね、内容が。だからね、いつもにも増して、僕は元気なわけですよ。やっぱりね、ネタが増えるっていうのは嬉しいことなんですよ。はい、いつもね、何しよう、何使おうってね、頭の中でね、考えているわけですが、まあもうやることが決まってるとね、いや本当に、まあ頭がすっきりするというか、もうなんか生き生きとね、動画撮れるわけです。まあ、これは本当にね、運営さんがね、毎週アップデートしてくれるおかげで、ちょっとね、実況者的には、かなりね、助かるゲームランキング第1位。引き続きね、1週間に1回は何かしらのアップデートが来ると嬉しいんですが、今回やってきたのはね、新しいイベント、農場の暗雲ってことで、農場に行き戦闘員を倒せ、そして人事ファイルを解読して勢力通貨を獲得せよ。カウントダウンは20日と23時間15分になります。農場マップにいるすべての戦闘員、まあ、スカちゃんですね、農場の、個人ファイルを所持している可能性がありますと。個人ファイルを持っている戦闘員は特別なゴーグルを装着しています。右にね、見える、特別なね、ゴーグルの外観をしているということで、まあ、これは一目瞭然ですね。なんかシュノーケリングみたいな。で、解読したファイルは自動的に売却され、5000公演が手に入りますと。で、暗号化ファイルがこちらで、週間にですね、15回鑑定することができて、だからまあ5000公演 ×15 だから、7万5000公演がもらえると。まあそんな収集する人は、いるかどうか分かりませんが、で収集していって、これさ、あれだよね、ビンゴみたいな感じでしょ。うん、やっぱりそうか。初めてギャラリーを有効にするか、水平垂直ギャラリーをすべて有効にすると勢力通貨選択バンドル報酬を受け取れます、だそうです。で、今回のね、シーズン5、勢力通貨選択ブランドルなんですが、これ前回確かさ、選択可能な報酬はまあ変わらないんですけど、500勢力通貨ずつだったと思うんですよ。なので、どっちか選んだら500ね、勢力通貨もらえるんですけど、まさかのナーフ、弱体化入りました。100勢力通貨しかもらえません。これ1列揃えてもさ、これ10個ってことなので、1000勢力通貨をまあ分けるということですよね。まあコルムとテビラ、まあ、500ずつにしてもいいし、0000でもいいし、1000でもいいしって感じで、ちょっとしょっぱいかな。今シーズンのね、武器はあの勢力通貨かなり食いますので、ここはね500にしてほしかった、正直なところ。ここなんでね、ケチってんのかは知りやせんが、だったらもう勢力武器なんてやめろ。もう普通に公園で買えるようにしてくれ、頼むから。マジで嫌なんです、僕は勢力武器っていうのが。ってことでね、今回はこの暗号化ファイル狙っていこうと思います。農場にしかね、戦闘員が湧かないということなので、まあ通常区行っちゃっていいっすか。なんか最近ね、通常区に T7 がいたり、まあ結構ゴリゴリ装備がいるっていう話よく聞くので、まあ、パトロールも兼ねてやっていければなと。まあいなかったとしてもね、僕はまあコントラクターはしばきません。今回はね、そういった初心者狩りがしたいわけじゃないです。最近ね、まあ全ロス続きで鬱憤が溜まってるからといって、そこでストレス解消してたら大人げないと思うので、僕は今回ね、殺さずの誓いっていうのを立てて、コントラクターはしばかずに許して、でこの戦闘員狙いでね、やっていければなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。あ、武器紹介するの忘れてました。今回使っていくのはこちら、MCX。 まあ MCX ね、勢力通貨が、かなりね高くて用意できないという方のために、疑似 MCX 作ってまいりました。まあ、AK102 って言うんですが、この AK102 さ、俺初めて気づいたんですけど、ここのねマズルの部分かました方がいいです。 AK アダプター、これかますことによってエルゴノミがなんと1上がります。この1がねマジで重要だから、相手よりも1早かったら早く覗けるってことですよ。相手がエルゴノミ60の武器使ってたらさ、同時に覗いた時に用意ドンで僕が勝つんですよ。その違いなのよ、本当に。コンマ 0.2 秒を争う世界ですから、プロの世界っていうのは。まあ、皆さんもね、早く上がってこれるといいですね、プロの世界に。ここマズルをですね、そのままね、この 5.56 プリフェンダーをね、つけてる方は甘いです。AK アダプターをかましてください。まあ、こんな感じですね。
基本ステータス垂直92の、水平82、エルゴノミが61で精度が37、腰舐め射撃79、有効射程が80、まあ、強化版の MCX といっても過言ではない。有効射程約2倍ですから、約っていうか2倍。うん、だからね、今回、まあ、あの AK102 使っていきますが、MCX をね、買えなかったり、あとはね、解放できてない方は、この AK102 を使って疑似 MCX を体験してみてください。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってまいりました。まずはね、ノンリコイルブーマジで、使った感想 MCX ですわ、これは。いやでもやっぱ MCX の方がさ、右に行かないんだよな、左か左右反転してしまいました。いやでもまあリコイル制御すればさ、 MCX ですな。まあ、僕裏でね MCX ばっかり使ってた時期があるので、まあ、僕が言うんだから間違いはない。いやー、ただまあ切るとこ遅いな。まあ5層に関してこれくらいかかるんですよね。まあ仕方ないですよね、 A1 弾詰めてるんだもの、弾が弱すぎ案件。はい、ということでね、秒速 0cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。いやー、今日もねメンタルブレイクアウトの世界は平和です。初心者マップ、農場は通常区、こちらが 0cm でマッチングしてくれるということで、まだまだね、まあ、人気は衰えていないというか、まあ、人口全ロスしてないようですね。まあ、初心者の方々もね、これを機に入ってきてくれると嬉しいんですが、まあ、僕は今回ね本当に初心者の方をこんなね重装備でしばいても何の面白みもないし、むしろね許す心が必要だと思っている。これで初心者にあえて、まあ、敵ながらね許すことによって、まあ、慈愛のね精神っていうのを、まあ、ハイエナがさ生まれなくなるかもしんないじゃん、こういう行動によって。やっぱり人の行動はさ人を変えると思うんですよ。相手を変えたいんだったらね自分からね変わっていかないといけないと思うので、僕はねまずは変わっていく。あいつなんだ、あいつ、うん、バカすぎ本当に。撃ってくんじゃねえよマジで、お前からやってきたんだからな、ブーデルゲー、さすがに芝君は。そして戦闘員くんいますか、なんか特殊な戦闘員くんがいてくれれば嬉しいんですが、ちょ、一旦さ、巻くか、回復を。ちょ、とりあえず回復巻き巻きタイム、あ、手術巻き巻きタイムでさ、まあ、どっちでもいいか。まあ、手術もね、広い意味では回復ですから、まあ、そのね、広く捉えるか、狭く捉えるかの違いなんですよね。抗議の意味で捉えるか、まあ、競技にね、あ、バイ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 。俺動けないからやめてくれよ。撃たないでくれよ。あ、お前さ、ゴーグルつけてるか。はい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 。あいつですよね、多分ゴーグルマンは。俺は見逃さねえぞ。僕の索敵力からさ、逃れられると思うなよ。あの人なんか持ってそう、ファイル。あいつだよ、僕がしばきたかったのは。そういうこと。別にコントラクターのさ、ま、初心者なんてしばきたくないわけよな、本当に。ちょ、マジで、ここだけは勘違いしてほしくないんですけれども、この動画を見てね、あ、初心者狩り楽しんでやがるよ、元公式クリエイターがっていうね、コメント、まあ、たくさん来るとは思います。で、元公式クリエイターも人なんですよ。そこを分かっていただきたい。やっぱりさ、人だからね、こうやって初心者をしばいて、優越に浸らないといけないわけですよ、本当に。さあ、とりあえずあなたからさ、もらっちゃうよん。やっぱりゴーグルついてねば。この人持ってるぞ。さあ、カモン！ちょ、マジで来い。あーと来るか。バックパックの中に入ってんのか、それともボケとか。カモン！え、来ないの？え、もしかしてさ、持ってないなんてことある？一マスかな？はい、来たー！これこれを見せたかったんです。じゃあちょっとこっちに縛いて、変えておきましょうか。これ5000公演の価値もありますしね。ちょっと事故でね、縛いてしまったコントラクターの元に参りましょうか。一旦な。結構いるのかこの感じ。てか待って。一旦 ASMR かましといた方がいいかもしんない。ちょ、とりあえず ASMR の時間です。だいぶちょっと ASMR の時間ね、かかるかと思います。結構ね、弾撃ってしまったんで。まあ、これは不覚ですよね、本当に。ちょっと狙ってね、キル取ったわけではないので、許していただきたい。で、君はやっぱり初心者か。初心者御用達の、この SKS2 機でした。しかも、装備はしょっぱそう。まあ、とりあえず領域展開してあげて、あ、まあ、SKS、まあ、縛いておきましょうね、一応。ほら、エリートで18レベですって。かわいそう、もうマジで。やめな、いじめは。これは炎上案件ですわ、さすがに。さあ、バックパックも漁らせてもらおうか。まあ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 、とりあえず、こんな感じか。君はゴーグルつけてないね。君には用ないんだけど、まあ、縛いとくわ。いったんな。ちょっと今回はスカちゃんをですね、まあ、メインに縛いていこうと思うので、足音が鳴ったらね、とりあえず見に行きたいと思っている。
あのゴーグルつけたやつはさ、各ね、この拠点に1枚ぐらいなんかな、なんかそんな感じしますよね。ゴーグルニキがなんかうじゃうじゃ湧いているわけではなさそうだ、さすがにな。いや、じゃあレアだったのか、よかった。しばけてしっかりとね、お見せすることができてよかったです。やっぱりね、このメンタルブレイクアウト実況者として、まあそういうね、新しい情報っていうのはね、まあ新鮮なうちに、皆さんのね、お口の中に入れたいというか、まあその思いが強いですので、しっかりとまずはね、ゴーグル2機を1枚しばいて、無事にね、ちょっと満足したと。僕の動画ってね、大体見せたいものが見せられないんですよね。だから非常にまあ僕自身もね、歯がゆい思いをしていたんですよ。で、こいつもさ、ゴーグルないじゃん。ちょっとまあ興味ないっすわ。普通に僕はゴーグルをね、かけたやつが、しばきたいですので、ちょっとその辺ね、お願いしたいんですが、あっちもゴーグルないじゃん。あ、で、こっちもゴーグルないわ。ちょっとマジかよ。全然いない。ちょっと待って待って待って。お前もゴーグルないでしょ。ちょ、ゴーグルニキ来てくれ、ゴーグルニキ。いやー、しょっぱいしょっぱいしょっぱい。あー、ひどいひどいひどい。ちょ、マジか。全員ゴーグルないじゃん。どうしてよ。ゴーグルつけてきてよ、ほんとに。ちょ、頼むから。それ以外、君たちをしばく意味がないのに。ひどいね、ほんとに。ちょっと待ってください。あー、ゴーグルなしようです、全員。ちょ、マジでみんなゴーグルつけてないわ。全然じゃん。しょっぱ。俺は何のためにここにやってきたんだ。もしかして1マッチにさ、1枚とかなんかそれぐらい希少な可能性が出てきたか。さあ、鎮痛剤パクパクタイムをかまして、行きましょうか。しばくぜ。このさ、鳴き声はなんだ？ゴーグルか？ゴーグルじゃなさそうだよね、これね。おい、ゴーグルかけてんか。おい、こっち向いてくれ。あ、いっす。ゴーグルつけてないわ。やっぱりね、ゴーグルニキは、レアなのかもしれません。さあ、こっちの足音は誰ですか？人かワンチャン？あ、違うわ。ちょ、待って待って。君もついてない。誰もゴーグルかけてないわ。やっぱレアだったかもしんない。あの、ゴーグル、スカちゃんは。レアキャラか。もしかしたらだいぶいないのかも。てことで、ちょっととりあえずね、金庫しばきましょうか。一旦。あっちからもなんか銃声なってるんですが、まあとりあえず無視しておいて、ちょっとここでね、金庫、オープニングセレモニー、ちょ、カモン来てるな。ちょ、待って、何枚来てる？ 2 枚くらい来てるか。はい、来てるか来てるか。はいはいはい。待って待って待って。ちょ、待って、それ。やばい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 。1枚しばき損ねた。最悪。ちょ、マジかよ、それ。嫌ですよ。ちょ、やめてください、ほんとマジで。ちょ、頼むから、切実に。ちょ、マジで無理。ああ、やばいやばいやばい。やばいやつ来てるわ。これ、まーずいぞ、ほんとに。ちょ、待って待って待って。やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。やばいやばいやばい。おい、ライトニキだるいって。あっぶね。さ、ライトしばいて。ちょ、待って待って待って。お前もライトかよ。あー、見えない見えない見えない。あっぶな。あぶなすぎだって。お前たち、そんなガチで来んなよ。ここ、初心者マップな。おい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 。初心者狩りは許せねえな。ちょっと俺がしばいてやりました、こいつな。成敗よー。まあ、こういうことなのよ、結局な。俺の目的は、こいつらにあったから、こういうね、初心者しばきにきを、しばきに来たっていう寸法さ。何も悪いことしてないでしょ、僕。実は、ヴィランに見えて、ヒーローでした。こういうこと。アメンじゃねえぞ。マジで貴様らにね、負けるほど、まだ腕なまってねえわ。わしは初心者を守る。このメンタルブレイクアウトの開拓者としてな、さあ M4A1 やってきちゃったな。うますぎる。これ12レベルだけどさ、あの12レベルの動きじゃないので、これ普通にね、黒ですね。うん。これ絶対サブ赤ニキ。ちょ、マジで許せんから、サブ赤ニキは。まあ、こういうことよ、ほんとに。舐めすぎ舐めすぎ。はい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 。めちゃめちゃいいの持ってんじゃないですか？全部吐き出してもらいますよ、ほんとにもう。許さんからな。A1 弾なんて詰めちゃって。このマセガキが。絶対にしばく僕が。とりあえず、どうするかというと、ここのね、ハンターベストを開いてあげて、いっぱい詰まってんか、こん中に。あー、けしからんな、ほんとに。これやっちゃったんだろうな、どうせ。なんかしばいてきたんでしょうね。はい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 。もう成敗成敗。ちょ、待って、なんか弾の種類多すぎやんけん。これさすがに A 型としてさ、見過ごせんな、これは。やばいって。AP 弾多めか？ 7N31 弾1個だけか。
じゃあちょっとこの 7N31 段も縛いてあげましょうか。んで、こうしてあげて、ちょっといろいろとさ、これ難しい話になってきたぞまた。ちょっと待ってください。こっちに放り込んでやって、あー待って。あーだいぶまずいね。まあでも取りたいものは、そんなにはないか。一応領域展開だけ縛いておきましょうかね、これ。で、まああとはまあとりあえずよくて、バックパックこっちにぶっ込みましょう。いやー、この人たち防具は甘えてきてくれたことがね、幸いでしたね。さあ、MPX! マディか。君たちちょっとほんとやりすぎだぞ、ほんとに。やばいって、これ。始まりすぎ。ちょっと待って待って待って。じゃあ、コマンダーしばくか、これ。もういらねえわ。で、そして、ゴヘルに、ゴソー！始まりすぎ。さすがに。やばいやばいやばい。ガチの奴らだったか。あっぶね。おいおい、通常区にさ、ゴソーなんて来てくるなっつっただろうが、ほんとに。ふざけすぎだわ。何をやってくれちゃってんの、マジで。やりすぎな、それは、さすがに。恥を知りなさい。そんなん許されるはずがないでしょうって。当たり前ですよね。やってることおかしいわ、君は。はい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 。ブレックインバック。玉手箱方式ね。助かるわ。なんか持ってきたんか。あーあーあああ。やってるわ、ほんとに。やることやってんね、マジで。これ何？赤アイテム MPX セカンドシーズンやってきました。ちょ、待って待って待って。どうしよう。マジか。これ何しばけばいいの？これ本当に。しばけばいいやつわからんすぎる。さ、7N31 段入っちゃってる。これは素晴らしい。じゃあこっちもさ、しっかり取ってあげましょうか。7N31 段だ。ちょ、どうしよう。一旦これさ、こっちにしばいてやって。で、こいつとさ、こいつをね、交換しましょうか。で、あとやることといえば、マガジン外したらこれどうなります？いや、4マスで変わんないんかい。始まり散らかしすぎ。MPX これ2万円だもんな。いらんかな、2万円。いや、ちょっと待って。本当にさ、悩ましすぎるんだけど。もうどうすればいいかわかんなくなっちゃった。っていうかさ、バッグちっちゃすぎ。ちょ、本当にバッグどうにかして、これ。もうなんでこんなちっちゃいの。まあ、とりあえず、バックイン、バックイン、バックかましてあげて。あとなんかすることある？もうないよね。まあ、こっち縛いて、こう縛いて、これだけ取っておくか。まあ、こんな感じですよね。もうやることといったら。もうないですよね。これ以上はもう思いつかんな。ちょ、ここで回復もかましてやって。いやー、バックパックもっとでかいやつで来ればよかったと後悔しかない。まあ、これでいいか。はい、完了でーす。すべての任務が、完了しました。もう帰ります、私。ちょ、待って、マガジン振るね。いや、ライトニキ2枚しばけたのでかすぎるけどな、ほんと。マジでよくやった、俺。これは素晴らしい快挙だぞ。待って待って、あいつ何？あ、びっくりした。やめとけやめとけ。ちょ、ガチでやめとけ、お前。うるさいうるさいうるさい。ちょ、静かにして。俺、ようやくさ、農場の平和にね、貢献できた気がするわ。いや、マジで。今までさ、散々ね、通常区をね、パトロールしようと思ったらさ、逆にね、僕が荒らしてるだけじゃねえかってね、言われて、まあ、その通りだなって思ってたんですよ。コメント欄で指摘いただいてたんですよね。お前みてえなやつがいるから、みんながね、このメンタルブレイクアウトを難しいと思って、やめちまうんじゃねえかと、言われていたんですが、いや、ようやく成敗できましたわ。これでね、少しはま、治安の維持に、貢献できたと言いますか、なんと言いますか。いや、ようやく自分のね、責務を全うできました。いや、魂を燃やし尽くしましたよ、もう本当に。無限パトロール編、これにて、完結かもしんない。堂々と。いやー、ちょっと素晴らしかった、さすがに。涙なしではね、劇場版メンタルブレイクアウトはね、見れませんよ、本当に。いや、めちゃんこうまいもん、だって。いや、最高だよ、マジで。久しぶりにめちゃめちゃ気持ちいい。いや、通常区でさ、しばいた時のね、この脳汁って半端ねえんだ。封鎖区とか立ち入りってさ、まあ、ある程度ね、装備強い人がいるのは当たり前じゃないですか。でもこの通常区というね、まあ、あんまりさ、強い装備がね、いないと思われがちなマップで、しばくのが、いっちゃん気持ちいいんですよ。ちょっと待って。全然当たらんのだが。まあ、とりあえず4発5発撃って当たるんだったらま、あいいか。謎の、待って待って待って。は？あいつワンチャン人かな？臭くねこれ。これ絶対さ、人だよな。違う？ちょ、まずい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 。普通に怖い普通に怖い普通に怖い。危ない危ない危ない。マジでインポッちゃん怖すぎだから。やめてくれ？本当に。通常農場はね、インポスターが一番怖いからさ、
やめていただきたいわ。マジしばかれる可能性あるから、本当に。ここから帰れないんかい、僕は。帰れそうにないですね。閉まってるんでしょうか、もう最悪。ノースリッジへの道は閉ざされてしまっていました。で、ここがね、一番怖いんですよ、本当に。ちょっとマジで怖いからさ、一旦ここでしゃがむわ。で、まあ、ここから帰りましょうか。立ち入り禁止区域に移動だって。もう、伏線っていうのは散りばめられていたわけか。もう、これ以上狩る必要はないからな。物資パンパンの時は、あえてね、狩りを行わない。まあ、これが、王者ライオンスタイル。ライオンっていうのはね、どんな相手にも、まあ、全力でね、向かっていきますが、お腹が空いてない時っていうのはね、無駄な殺しはしないわけよ。自分がお腹が空いた時だけ、必要な分を食べる。これが、自然の摂理。ほんと、それに則っていかないとね、メンタルブレイクアウトも。大量にキルをしすぎても、恨みを買うだけで、ツイッターにさらされるだけですから、あんま良くないんですよ。精神衛生上あんま良くないからさ、まあここはですね、必要最低限のしばきで幕を閉じていきたいと思います。結局ゴーグルはさ、1匹しかいなかった。かなりね、レアだったのかもしんない。ってことで、なんかまあ無事に帰れそうです。対戦ありがとうございました。いや、パトロール気持ちいい。いやー、これがパトロールの快感か。はい、ということでですね、本日の最終結果はこちら。36万円。ここは立ち入り禁止区域か。マジで通常区でこれってやばくないっすか。終わってるわ。メンタルブレイクアウト、ついに終わる。いや、マジで通常区だからといってね、舐めてるとこういうね、ゴリゴリバカタレニキがいるんで、皆さん気をつけましょうね、本当に。許すな、本当。ご装備をね、通常区に着ていくやつは、もうろくなやついねえから、本当にね、勝っておしまい、あんたたち。いやー、ここにご装備とか乗ってたらね、40万レイドオーバー行ってましたね、普通に。まあ、ちょっと悔やまれるんですが、まあ、必要最低限ね、しっかりと、持って帰ることできましたので、まあ、よしとしましょうか。皆さんもね、ぜひ、このね、新しく追加されたファームファイル、開いてみてください。ちょっとそこまでさ、やるか、今回。ちょっとそこまで見せたいと思います。ここですね。ファイルはもう収集したので、鑑定します。そうすると、このようになんか開いて、で、報酬アンロックして5個もらえるってことか。なるほどね。だいぶもらえんじゃん、じゃあ。5区45の1、2、3、4、5、6だから、結局105個もらえるのか。つまり全部開ければ、1万500勢力通貨もらえるってことなので、まあ、M249 1個分かな。うん、しょっぱい。